C、願望充足について。やけどする子供の夢は願望充足説が突き当たる諸種の困難を論求するのに誠に格好なきっかけを与えている。夢は願望充足に他ならないという意見は確かに我々すべてをいぶからせた。それも単に不安恐怖から発する矛盾のためばかりではなかった。分析による最初の説明で夢の背後には意味と心的価値とか隠れているといったことが分かったからとて、この意味というものがそう簡単に極められると期待してはならない。アリストテレスの正確だが短い定義によると、夢とは睡眠状態の中へと、人が眠っている限りは継続された思考である。ところで我々の思考は覚醒時中、判断、推論、反駁、期待、意図その他、種々雑多な心的行為を作り出すわけであるが、一体どういうわけでその思考は夜間、ただ願望の算出にのみその活動を制限されなければならないのか。それよりむしろ別の種類の心的行為、例えば心配というような、を夢という形にして見せたような夢がたくさんありはしないか。先に引用した父親のこと意味鮮明な夢、躍動する子供の夢など、まさにそういう夢ではあるまいか。あの父親は眠っている最中に彼の目に入った光るものから、ろうそくが倒れて死体が燃えているのかもしれないという心配の推論を引き出してくるのである。彼はこの推論に感覚的な位置状況と現在形という意思を着せることによって、それを一個の夢に変えた。その際、願望充足ということはどういう役割を演じているのか。そしてまた覚醒時から引き続いている思想、あるいは新しい感覚印象によって生じた思想が、ここでは優勢を占めているということは、誤解の余地を残していないではないか。これらの反省はすべて至極もっともであり、またそれは夢における願望充足の役割と睡眠時中へと継続される、覚醒時思考の意義とを一層立ち入って恒久するように我々を強制するものである。以前我々はすでに願望充足に着目して夢を2種類に分けた。明らかに願望充足だと見られる夢もあったし、それが不明瞭で、しばしばあらゆる手段を持ってこれを隠蔽している夢もあった。この第二種の夢には夢検閲の仕事が認められた。歪曲のない願望夢は子供の夢に多かった。短い率直な願望夢は成人の間にも現れることがあるらしかった。今や我々は夢において実現され充足される願望はいつもどこに由来するのかと問うことができる。ところでこのどこにを我々はいかなる対立ないしはいかなる複雑さに関係づければいいのか。対立というのはつまり意識化して日中生活と夜になって初めてそれで認められるようになる無意識のままにとどまっている心的活動との対立を指すのである。私は何らかの願望の出生として3つのものを考えてみることができると思う。願望は第一に日中時にかき立てられることがある。そして外的諸事情のために充足させられないでいる。すると夜のために承認されたけれども、しかし充足されなかった願望が残ることになる。第二にある願望は日中すでに浮かんでいたのだが、我々の意識から非難を浴びせかけられる。すると夜の間には充足されていず、かつ抑制された願望が残される。第三に願望は覚醒時生活と 無関係なものであり得る。そして夜になって初めて抑制されているものの中から動き出すような、かの諸願望の一つであり得る。ここにあの心の図式を思い浮かべてみると、あの第一種の願望には基礎式 VBW にあると言っていい。第二種のそれは組織 VBW から組織 UBW へとに押し戻されたものと見ることができる。そしてそこ以外の場所には存在することができないのである。第三種の願望はそもそも組織 UBW の外へ出ることが不可能であるような願望なのである。さてこれら愛となって由来を持つ願望のいずれもが夢に対する同等の価値、夢形成を刺激する同等の力を持っているのだろうか。この問いに回答を与えるために我々に提供されている夢を概観してみると、我々はまず夢願望の第四源泉として、野中頭をもたげるところの積極的な願望衝動、例えば喉の渇きの刺激、性欲欲求などを付け加えなければならないと思う。そうすると我々は夢願望の由来は一つの夢を作り出すその能力においていずれも見覚がないというのが本当のところらしいと考える。私は昼間中断された湖水渡りを夢の中で続けさせた私の娘の夢やそれに似たもの夢などを思い出す。これらの夢は充足されなかったがしかし押さえつけられもしなかった日中願望によって説明される。日中抑制された願望が夢の中で一息つくという事実に対する実情はいくらもある。かかる種類の最も簡単な例をここに一つ補充しておこう。少々悪口屋の気味のある一部人の年若い女友達が婚約をした。
彼女は昼の間中その女友達の相手の男を知っているか、その男をどう思うかと肌から聞かれて、そういう質問に対しては口を極めて称賛の言葉で答えた。そして本心の批判には沈黙を命じていた。なぜなら実は正直なところこういうことを言いたかったのである。その人はごく平凡な方です。夜、彼女は同じ質問を受ける夢を見る。そして夢の中でこういう商用文句を持って答える。追加ご注文の説は番号をご指示くだされば十分に ござそうろう。愛曲を被っているあらゆる夢において願望は無意識から発生し、日中にはそれを認め知ることはできないということを我々は無数の分析の結果として知ったのである。そこで差し当たっては全ての願望は夢形成にとって同等の価値を有し、同等の力を持つらしく見えるのである。実際はこれとは少し事情が異なっているのであるが、ここでそれを証明することはできない。しかし私は夢願望というものがもっといろいろな制約を受けていると仮定したい気持ちが甚だ強い。子供の夢を見れば日中型のつかなかった願望が夢の刺激者であり得ることには疑いを入れない。しかしそれは子供の願望、子供に得意の強さを持った願望衝動であることを忘れてはならない。日中型のつかなかった願望が成人にあっては夜の夢を形成するかどうか、これはどうもそう言い切れないのではあるまいか。むしろ私は我々は思考活動によって我々の衝動生活を次第に制御するようになって、子供に見られるような強烈な願望の形成ないし保有を、無益なものとして次第次第に断念するようになってきたのではあるまいかと考えるのである。ただしその場合、ある人は別の人よりも心的諸過程の幼児的性格をより長く保持しているというような個人差があり得ることは、本来明白に視覚的であった表象の微弱化にも やはりそういう個人差が考えられるのと同段である。だが一般に成人にあっては未充足のまま昼間から引き続き後に残された願望は夢を作り出すだけの十分な力を持ったというのが本当らしい。意識に由来する願望の動きが夢誕生にある貢献をなすだろうということは私も喜んで承認するが、それはその程度のことであってそれ以上のものではあるまい。夢というものはもしも全意識的願望がどこか他のところから強化されることがなかったとしたら確かに成立しないものであろう。どこか他のところとはすなわち無意識からである。意識的な願望はそれが同内容の無意識的願望を呼び起こし、この無意識的願望によって自己強化を図り得る場合にのみ夢刺激者となると私は想定している。神経症の先進分析から得られた暗示に基づいて、私はこれらの無意識的願望は常に活動しているものであって、意識から何らかの動きと結び合い、自分のより大きな大なる小強度をそのより小なる強度へと転移する機会が与えられれば、それらは何とかして自己を表出しようとつい、いかなる時も身構えているものだと考えるのである。これら無意識的願望はこの破壊し難いという特性を他のあらゆる事実上無意識的な、つまり組織 UBW、無意識にのみ属する心的行為と共有している。これら諸行為は常に必ず淡々たる通行路を意味している。この道路は決して荒廃することなく、無意識的興奮が襲来してくる度ごとに、興奮過程を幾度でも通過させるのである。比喩で言うならば、それらにとってはホメロスのオデッセイア中の冥界の亡霊たちにとっての破滅のような破滅しか存在しないのである。つまりこれらの亡霊たちは血を飲みさえしたら再び新たに生き返るのである。ところが全意識的組織に依存する諸過程はこれとは全く別の意味で破壊し得るものである。神経症の精神療法はまさにこのストーリーに基づけられている。すると、ただ意識的願望のみが夢の中で実現されるように思われるかもしれない。しかるにこういう夢の構成に見られるある小さな特色は、無意識からやってきた強力な補助者の痕跡を見つけ出させる一つの手がかりとなるだろう。これらの常に活動しているところのいわば不滅の無意識的願望は、かつて勝ち誇れる神々の手によって、重い巨大な岩塊を、岩塊を、高所以来その肩に乗せられ、今なお時に手や足を痙攣させつつ、その岩塊を持ち上げる伝説の巨人族を加速させるが、これら抑圧裏にある無意識的願望はもともと、神経症の心理学的環境によって知り得たところによれば、幼児期由来のものだと私は言いたい。そこで私は夢願望の由来はどうでもいいものだという前言を取りやめにして、その代わりに別の言葉を据え置こうと思う。夢の中に表現される願望は幼児的願望でなければならない。するとそれは成人にあっては無意識に由来するし、全意識と無意識との間の分離や検閲がまだ存在しないか、あるいはまさに前に形成されつつあるところの子供にあっては、学生時生活の充足されない、抑圧されない願望がそれである。この見解を一般的に証明することの不可能なのは私も承知しているが、しかし私は意外な場合にもこの見解はしばしば実証され、
したがってこれを一般的に否定することはできないと主張するものである。だから私は夢形成を考えるにあたって意識的覚醒時生活から残留した乱暴衝動を後継に退かせようと思う。それらの役割は夢内容に対する睡眠時中の積極的感覚刺激材料の役割と同じものだと私は考えたい。私は今日中生活から引き続き残留したものではあるが、しかし願望ではないところの他の心的刺激を考慮するに際して、こういう考え方が私に命ずるところの戦場に留まろうと思う。我々が眠ろうと決心するときには、我々は覚醒時思考のエネルギー充当活動を一時的に停止させることができる。これを上手にやることのできる人は、自分の思うときに眠ることのできる人である。ナポレオン一世はこの種の人間の模範であったようである。しかし我々は必ずしもこれに成功しないし、必ずしも完全に成功しない。未解決の無所問題、心配時、初印象の強い影響などは睡眠中にも思考活動を続けさせ、心的諸過程を我々が全意識と呼んでいる組織中に続行させる。睡眠中に継続されるこれらの思考活動を分類するならば、我々は次のようなものを挙げることができるであろう。1. 日中偶然の妨害によって風がつくことなしにやんだもの。2. 我々の思考力の叱るままに片付かなかったもの。未解決のままにされていたもの。3. 日中拒否され抑制されたもの。以上3つのグループに対して強力な第4のグループが加わる。日中全意識の仕事によって我々の無意識の中に活動させられていたもの。第5類としては、些細なそれゆえに型のついていないままに残存している昼間の初印象を上げることができる。日中生活の残実によって、ことに未解決なもののグループから、睡眠状態中へ運び込まれてくるところの心的強度の値打ちを低く見積もる必要はない。確かにこれらの興奮は夜間もまた表現されることを求めているのであるし、同様確かに我々は睡眠状態が全意識における興奮過程の通常の継続と、意識化によるそれの集結を不可能にするということを仮定して差し支えない。我々が我々の思考諸過程を正常な道で意識化しうる限りは、それが夜間においてであろうとも、その限りは我々は眠っていることにはならない。睡眠状態が組織、全員組織意識において、いかなる変化をジャッキするかは、私にははっきり言うことができない。しかし疑いもなく、睡眠ということの心理学的性格は、本来まさにこの組織のエネルギー充当状態の変動に求められるべきであって、この組織はまた同時に、睡眠時中は麻痺している運動力への入り口を支配してもいるのである。それとは逆に睡眠は無意識組織の諸事情中の何者をも変化せしめないと想定しても差し支えないであろう。だから全意識の夜間興奮にとって無意識からの願望衝動が取る道以外の道は残されていないわけである。その興奮は無意識に頼って自己を強化し、無意識的後半のたどる興奮のたどる愚を共にせざるを得ないのである。しかし全意識的日中残死物の夢に対する関係はどうなっているのであろうか。日中残死物は、お互いもなく、たっぷりと夢の中に入ってきて、夢内容を利用して、夜間とはいえども意識内に押し入ろうとする。それどころか、それらは時によると夢内容を支配し、日中の仕事を続けるように夢内容を強制する。同様確かなことは、日中残死物は、願望の性格を所有し得る以外にも、その他いろいろの性格を所有し得るのである。しかし、その場合、それらが夢の中に侵入し得るがためには、どんな条件を守らなければならないかを見ることは、極めて寛容なことであり、かつ願望充足論にとってはまさに決定的なことでもある。条件の夢実例の一つ、例えば友人夫がバセドウ氏病の症状を示して姿を現して夢を取ってみよう。私は日中夫の外観を見てある心配を抱かざるを得なかった。その心配はこの人間に関する全てのことと同様に、私にとってどうでもいいようなことではなかった。この心配が睡眠の中にまでも私を追いかけてきたと仮定して差し支えあるまい。おそらく私は彼のどこが悪いのか、それを極めようとしたのだろう。夜になってこの心配は、私が報告したような夢の中に表現された。この夢の内容は第一に無意味だったし、第二にいかなる願望充足も表していない。だが私は日中私が感じた心配の不適当な表現がどこに由来するのかを探り始めて、分析した結果、私は夫を L 男爵と、私自身を R 教授と同一化させることによって、一個の関連を見出したのであった。なぜ私が日中思想の他ならぬこの代用物を選ばなければならなかったか、これに対してはただ一個の説明あるのみであった。ある教授との同一化に対しては、この同一化によって不滅の幼児願望たる、偉くなろうという願望が充足させられるのであるから、私はすでに無意識裏にいつもその用意をしていたのである。自分の友人夫に対する醜悪なる日中なら間違いなく拒否される諸観念は、この機会を利用して、
こっそりと一緒に夢の中へ潜り込んできたのである。しかし日中の心配も夢内容中の一個の代用物によって一種の表現を獲得するに至った。もともとは願望と言わんよりはある心配であったところの日中思想観念は、ある通路を終えて幼児的な今では無意識で抑圧されている願望へ 何とかして結びつかなければならなかったのである。そしてこの願望はこの日中思想を適当に格好をつけてではあるが、意識に対して成立させたのであった。この心配が強大になればなるほど作り出されるべき結合関係はそれだけ一層力強いものとなり得るわけであって、願望内容と心配内容との間に何らかの関連の存在する必要はさらになく、また我々の実例においてもそういう関連は存在しなかったのである。夢思想中に相当根拠のある心配であるとか、痛ましい考慮であるとか、辛い見解であるとかいうような某充足とはおよそ正反対の一材料が存在するときには夢はどういう態度をとるか。こういう問題に関する研究という形でも、常実の問題を取り扱うことは大いに意義はありはしないかと思う。可能なる結果の多様性は次のごとく分類できるであろう。A、すべての苦痛な観念を反対の観念で代理させ、それに属する不快感情を抑えつけることが夢作業に成功するという場合。この場合には、純粋の充足無、それ以上の何の論ずべき点もないように見えるところの、はっきりとした願望充足が結果として出てくる。B、苦痛な観念は多かれ少なかれ変更を加えられ、しかし、よくそれと見分けられる状態で顕在的夢内容中に顔を出す。これが夢の願望理論への疑いを起こさせ、さらに深い研究を必要とする場合である。普通の内容を有するこういう夢は何でもないように感じ取られるか、あるいは深い感情をそっくりそのまま携えて現れるか、この深い感情はその表彰内容のために正当なものであるかのごとくに思われる。あるいはまた不安感をさえ醸成させて、ついに人を覚醒に導くかのいずれかである。こういうとき分析は次のような事実、すなわちこの深い夢もまた願望充足であるということを証明する。その充足が夢を見ている本人の自我からすれば苦痛としか感じられないような無意識に抑圧された願望は苦痛な日中残滓物の居座りによって提供される機会を利用し、それら残滓物を支持し、この支持によってそれら残滓物が夢の中へ採用されうるようにする。しかし上記 A の場合には無意識的願望が無意識的願望と合致するのに、上記 B の場合には無意識的なものと意識的なものとの間の分裂、抑圧されたものと自我との間の乖離が露呈され、そして妖精が夫婦者に自由に選び取らせた3つの願いという童話の状況が実は、それは優に日中残滓物に付着している苦痛感情と釣り合いを取ることができる。その場合、夢はその根本的 な色調においては無関心なものになる。もっともその夢は、一面においてはある願望の充足であり、多面においてはある恐れの充足なのではあるが、あるいはまた眠っている自我が夢形成にかなり自由に参画して、夢が結果する抑圧願望の満足に対して激しい反抗を持って反応し、不安恐怖感によってこの夢を終わらせてしまうことさえする。だから不快夢及び不安し恐怖夢が理論的には、円滑な満足夢と同様の願望充足であることはこれを容易に認めるのである。刑罰夢もまた不快夢の一種である。この刑罰夢というものを許容することによって、夢理論にある意味で新しい事例が付加されることは確かである。刑罰夢によって満たされるものはやはり一個の無意識的願望、つまり何らかの抑圧されて許すべからざる願望衝動に対して夢を見ている本人を罰してやりたいという願望なのである。その限りではこれらの夢も夢形成の原動力は無意識に属する願望によって与えられるはずだという私の見解の要求に従っているのである。しかし心理学的に少し詳しく分解してみると、この種の夢と他の願望夢との相違がわかるはずである。グループ B の場合にあっては無意識の夢形成的な願望は抑圧物に属する。刑罰夢においてもやはりそれは一個の無意識的願望であるが、我々はしかしこの願望を抑圧物にではなくて自我に帰属させなければならない。したがって刑罰夢は夢形成における自我のより広範な参加の可能性を示唆している。もし我々が意識対無意識という対立の代わりに自我対抑圧物という対立を置くならば、夢形成のからくりは一般にずっと分かりやすいものになるであろう。このことは神経症の諸過程への考慮なしにはおりえず、したがってこの書物中では小論し得なかったのである。私はただ刑罰夢は一般に苦痛な日中残滓物という条件に縛られてはいないということを言っておきたい。刑罰夢はむしろ最も容易に、日中残滓物は満足を与える性質の観念ではあるが、しかしそれは許さべからざる満足を表現するという正反対の前提のもとにあって生じやすい。これら諸観念のうちではその直接の反対観念以外の何者も顕在無内容中に到達することがない。これはグループ A の夢とよく似ている。だから刑罰夢の本質的性格は、抑圧物、組織、UBW、無意識からの無意識的願望が夢形成者になるのではなくて、
無意識的願望に反対して支配しているところの自我所得の、しかし無意識の、つまり全意識の刑罰願望が夢形成者になるという点にあるであろう。ここに後に精神分析によって認識された上位自我の議論を挿入すべきである。これまで述べたことの若干を私自身の夢について説明してよう。ことに夢作業が苦痛な期待の日中残死物をいかに取り扱うかについて解き明かしてみよう。発端は不明瞭、私は妻に言う。お前に知らせることがあるのだ。しかも特別なことだ。妻はびっくりして私の言うことに耳を傾けようとしない。私はそうではない。反対にお前が喜ぶことだと言って、私の息子の属する商工団が相当な額の金を送ってきた。5000クローネンか、と話し始める。何か検証風なこと、分配、その時私は妻と一緒に何かを探し出すために貯蔵室のような小部屋の中に入っていった。突然息子の姿が目に入る。軍服ではなく体にぴったりとしたスポーツ服。アザラシのように着て小さな帽子をかぶっている。彼は一つの箱の脇に置いてあると、カゴの上に上がった。この箱の上に何かを置こうとでもするように。声をかけたが返事をしない。顔あるいは額に包帯をしているらしい。口の中で何かを直している。何かを何か中に押し込む。髪も灰色の輝きを帯びている。私は思う。そんなにくたびれているのか、そして入れ歯を入れているのか。予防としてもう一度声を出す前に、私は別に不安感は覚えずに目を覚ましたが、心臓がドキドキ打っていた。時計を見ると、夜中の2時半だった。完全な分析は今回も可能で、また不可能である。若干の重要な点に照明を当てるにとどめる。夢のきっかけは前日の 胸苦しい想像であった。前線に出ている息子からはもう1週間以上も頼りがない。息子が負傷ないし戦死したのではないかという濃厚な疑念が夢内容中に表現されていることは容易に見て取ることができる。夢の冒頭部分には不快な想念をその反対物で置き換えようという努力が認められる。私が報告すべきことは極めて愉快なことである。送金、検証、分配。金の額は異業の 方のある喜ぶべきことから来ている。だからこの夢の主題から逸脱しようとするものである。しかしこの努力は成功しない。妻は何か恐ろしいことを感じ取って私の言葉は聞こうとはしない。理想も好きに失する。至るところに抑圧されるべきものへの関係が溢れ出ている。息子が戦死したとすれば戦友たちは彼の所持品を送り返してくるだろう。私は遺留品を協定たちその他に分配しなければならない。指定たちその他に分配しなければならない。検証ということは、勇壮なる戦死を遂げた将校に与えられるのが普通である。だからこの夢は、それが最初の否定しようとしたものを直接に表現しようとしてかかる。その際、願望充足的傾向はまだ歪曲化を通じてそれと認められる。夢における場所変更は、ジルベラの唱えるように指揮象徴と返せられるべきものであろう。我々は無論何がこの夢に、それに必要な原動力を与えたのか予想できかねる。しかし、息子は倒れた人、戦死者として現れずに、上がる人として現れる。息子は大胆なアルピニストでもあった。軍服ではなく運動服を着ている。つまり現在恐れられている不祥事の代わりに、昔彼がスキー旅行で転倒し、大腿を折った時のあのスポーツの災難が夢の中に現れてきたわけである。しかし彼がアザラシに似ているという服装の様子は、ただち私たちの小さな、狂怪な孫のことを連想させる。狂敬な孫のことを連想させる。灰色の髪はこの孫の父、つまり私たちの婿、戦争でひどい目に遭った人間を連想させる。これはどういう意味か。しかしこれ以上は立ち入らないことにする。場所は食料品貯蔵室を思わせるし、彼がそこから何かを取ってこようとする箱は、これは夢ではその上に何かを置くというふうになっている。私は2歳くらいでまだ3歳にもなっていなかった時に自分の身に招いた災難の紛れもない暗示である。私は食料品貯蔵室で踏み台の上に登って、箱あるいは机の上に乗っていた何か美味しいものを取ろうとしたが、踏み台がひっくり返して、私が顎を踏み台の角にぶつけて悪くすると歯が全部抜けてしまいかねないところだった。ここには一つの警告、ちょうど勇敢な軍人である息子に対する敵意的な気持ちの動きのごとく、それがお前に対する正しい報いなのだという警告の声が聞かれる。さらに分析を深めていくと、息子の不幸な災難において満足させられるような、隠れた気持ちの動きが発見される。それは年寄りがこの人生において徹底的に拭い去ったと信じているところの若さに対するソネミシンである。そして苦痛の感動の激しさこそが、もしそういう不幸が実際に起こったとしたならば、その妬みシンを和らげるために、こういう抑圧された願望充足を嗅ぎ出してくるということは、見誤られるべきもないのである。
さて、私は無意識的願望が夢にとって何を意味するかを明確に言い表して見ることができる。なるほど、夢の刺激が主として、あるいはもっぱら日中生活の残滓物から出てくるような夢がいくらもあるし、またいつか助教授になろうという私の願望すら、もし私の友人の健康に関する心配が前日来、私の心の中に働いていなかったならば、その夜私に夢を見させるようなことはなかったであろう。しかしこの心配だけで私があの夢を見るというような結果は生み出し得なかったであろうと思う。あの夢が必要とした原動力はある願望によって与えられなければならなかったのである。こういう願望を夢の原動力として作り上げるというのが、実はあの心配の関心事であったのだ。例えで言えば、日中思想観念が夢に対して起業家の役割を演じるということは大いにあり得ることなのである。しかし、いわゆるプランを抱いていて、これを現実に移そうという衝動を持っている起業家は、資本なしでは動くことができない。起業家は自分に費用を支弁してくれる金主を必要とし、夢のために心的費用を提供するこの金主は、その日中思想がどんなものであろうと、いついかなる時といえども必ず無意識界からの一個の願望なのである。金主が同時に起業家を兼ねる場合もある。いや、これが最もあふれふれた夢の場合なのである。日中作業によってある無意識的な願望が刺激を受ける。そしてこの願望は夢を作り出す。ここに例として利用された経済的関係の、その他あらゆる可能性に類似のものも、夢過程のうちに見出されるのである。起業家自身が少々ばかりの金を資本金の一部として提供することもあるし、幾人かの起業家が一人の金主に立って入ることもあるし、幾人かの金主が共同して起業家たちが必要としているものを出し合うこともある。だからまた一個以上の夢願望によって担われる夢もあるわけであるし、その他似たようないろいろな変形もあるのであるが、これらの変形分は様で問題にするにあたらず、我々の関心を引くことはない。夢願望に関する以上の論議の不備な点は、後になって初めて補うことができるであろう。今用いられた、例えの比較中心点。すなわち適当な配分量において自由に使用せに供されている量は、夢構造の解明のために一層巧みに利用され得るものである。多くの夢には特別の感性的強度を持って一個の中心点というものがそれと見分けられる。これは大抵の場合、願望住職の直接の表現である。なぜなら夢作業の移動作用を取り除いてみると、我々は夢思想中の諸要素の心的強度が、夢内容中の諸要素の感性的強度によって代理されているのを見出すからである。願望充足の付近に存在する諸要素はしばしばその願望充足の意味とは何の関係もないことが多く、逆に願望に抵抗する苦痛な観念から生まれたものであることが判明する。しかしそれら諸要素は中心的要素とのしばしば人工的に作り出された関連によって、それが表現されうるに至るほどの強度を持つようになっているのである。こうして願望充足の表現力は関連のある一定範囲に巻かれ、その範囲内では全ての要素が元来何の手段も持っていない要素も含めて表現されることになるのである。いくつもの願望の動きを持っている夢では、個々の願望充足の領域を区分し、しばしばまた夢の中にある隙間を境界地帯とすることが容易に成功するものである。夢に対する日中残滓物の意義を常実のごとく制限したとはいえ、日中残滓物にもう少々ばかり注意を払うことは無駄ではないと思う。すべての夢が最近の日中印象。しばしばその最も些細なものへの結びつきをやはりさっきりとその内容中に取り入れているという経済的事実が我々を驚かし得ないならば、それら日中印象とは何と言おうとも夢形成の一個の必然的成分にあるに違いないからである。夢混合へのこの点、付加物の必然性を我々は今だなお納得するまでには至っていない。またこの必然性は我々が無意識的願望の役割を確信し、その上神経症心理学に説明を求めるときにのみ正しく理解されるのである。神経症心理学は無意識的表象というものはそれ自体ではそもそも全意識中に入り込む力を持たず、また無意識的表象はそれがすでに全意識に属している無意味な表象と結合して、その表象の上自己の心的強度を転移し、その表象の背後に姿を隠す場合にのみある作用を及ぼし得るということを我々に教えている。これこそすなわち神経症患者の心の痛み悩みにおける実に多くの著しい事象を説明してくれるところの転移の事実なのである。転移をかくて不当なほどの心的強度を所有するに至った全意識表象をそのままの姿にしておいたり、あるいは全意識的表象に対して転移される表象の内容によるその全意識表象の変更を強制したりすることがある。私はとかく我々の日常生活中に例えを求めたがるが、
抑圧された表彰はオーストリアにおけるアメリカ人の歯科開業医との同様の事情にある。つまりアメリカ人の歯科医はオーストリア人で正規の免状を所持している医者の名前を看板に掲げることによって法の目を免れるのでなければ開業できない。アメリカの歯科医とこういう取引をするのはオーストリアの医師のうちでも、無論あまりパッとしない人たちであるのと同じように、人間の精神的生活にあっても何らかの抑圧された表彰を隠蔽するために選び出されるのは、全意識中に働いている注意を十分に事故の上に引き寄せることのなかったような、そういう全意識的ないしは無意識的表彰に限られている。無意識は好んで支えであるがために注意されずにいるか、あるいはそこに向けられていた注意が非難のために再び引っ込められてしまったか、そのいずれかであるふうのような全意識現象や全意識表彰に当たりをつける。一方に向かって極めて緊密な関係を結んでいる表彰が新しい結合関係の全てに対しては極的な態度を取るというのは、経験的に明確に証拠立てられた。幻想学説の周知の一定理であるし、私はかつてヒステリー性麻痺に関する一理論をこの定理の上に基礎づけようと試みたことがある。神経症の分析によって判明したような抑圧表彰からの転移への欲求と同じものが夢の中にも現れると我々は仮定するのであるが、こう仮定すると夢の謎の2つが一挙に解決する。その一つは全ての夢分析はある細菌時印象の採用をはっきりと証明しているという点、謎。そのもう一つはこの細菌時の要素がしばしば最も些細無意味な種類のものだという謎である。我々はさらにここに我々がすでに別の箇所で学び知ったところの事実。すなわちこれら細菌時の無意味な諸要素が夢思想中細胞の諸要素の代用物として、これほどしばしば夢内容中に入ってくるのは無意味些細であるということの他にも、それら諸要素は抵抗検閲の目を恐れる必要がほとんどないからなのだということを付け加えておく。しかし検閲の目的は単に平凡な諸要素の優遇を説明しているに過ぎないが、細菌時の要素がいつも決まって存在するということは我々に転移への強制を洞察させる。抑圧物はまだ連想関係を持っていない材料を狙ってこれに当たりをつけようとしているのであるが、無意味な初印象は連想関係という点から言って何の旨味もないから、また細菌時初印象はまだ他のものと連想関係を結ぶ暇を持たないから、これら二群の初印象はまさに上記の抑圧物の欲求にうまく応じるのである。無意味な初印象をそれに帰属させることのできる日中残滓物が、それが夢形成に参加する場合には、単に無意識からあるものを、すなわち抑圧された願望はそれを自由に利用しうる原動力を借りるのみならず、それら初印象はまた無意識に対しても何か不可欠のもの、つまり転移への必然的付着物を提供する。我々はそう考えている。ここで心的諸過程の中に少々深入りしてみようと思うならば、我々はぜひとも全意識と無意識との間に置ける、もろもろの興奮の動きをもっと開けなければならない、なるまいが、しかしまさに夢はそのための手がかりを与えてはくれないのである。日中残滓物についてもう一言言っておこう。睡眠の本来の妨害者は夢ではなくて、実はこの日中残滓物である。夢はむしろ睡眠を守ろうと努力する。この点については後でもう一度論ずることにする。我々はこれまで夢願望を追求し、それを無意識から導き出し、その日中残滓物に対する関係を、分析してみた。またその日中残滓物はそれ自体が願望であることもあり、または何らかの他の種類の心的衝動であったり、単に細菌時の印象であったりすることもあり得るわけである。こうして我々は人がありとあらゆる形の覚醒時思考作業の夢形成意義のために提起し得る諸要素のための余地を作り出したわけである。我々が展開させた一連の思想に基づいて夢が日中作業の後継者として覚醒時においては解決困難であった問題を巧みに解決するというような、あの極端な場合すらを説明することも決して不可能とは言えないであろう。ただ我々にはその分析によってそれを引き寄せたために全意識的活動のロークがそのように有利に強化されたような、幼児的なしや抑圧された願望源泉が見出されるような、そういう種類の実例が欠けているのである。しかし我々はなぜ無意識や睡眠時においてある願望充足への原動力以外のものを提供し得ないかという謎の解決へは一歩も接近していたわけではない。この問題の解決は願い望むということの心的性質を明らかにするに相違ない。この解決は心的機構、心の図式の手がかりとして与えられるはずだと考えたい。人間の心というこの機会もまた、長い進化の道を得て初めて今日の完全さに到達したのだということが、疑いを差し挟む余地はない。心の作業能力の初期の一段階に遡ってみようではないか。別途に根拠づけられるべき仮説に従えば、人間の心というものは最初、できるだけ自分を無刺激な状態に置こうという努力を続けていたものらしい。だからこそその最初の構成においては外部から心に達する感覚的興奮を直ちに運動的な道において放出することを可能ならしめるような、そういう反射装置の図式を採用したのである。
だが生活の必然はこの簡単な機能をかき乱す。心がその後次第に複雑化していったのも、やはりこの生活の必然のおかげなのである。生活の必然は最初まず、強烈な肉体的欲求の形式において心に迫り寄ってくる。内的欲求によって与えられた興奮は運動力の中へ吐け口を求めていくであろう。この運動力が内的変化ないしは情緒運動の表出と名付けることができる。腹を空かせた子供は仕方なしに泣いたり手足をバタバタさせたりするであろう。しかし状況は少しも変わらない。なぜなら内的欲求に発する興奮は瞬間的、昇格的な力に応ずるものではなくて、持続的に働く力に応ずるものだからである。何らかの方途において、これが小児の場合ならば、他の者が助け舟を出してやることによって、内的刺激を解消する満足体験の経験がなされるときに初めて、一つの展開が現れうるのである。この体験の本質的一構成要素はある種の知覚の出現。小児の例で言えば、父を授けられることであり、この知覚の記憶像はその時以来、欲求興奮の記憶痕跡と連想的に結合した後に残る。この欲求がその次に現れるや否や、先に成立している結合関係のおかげで、一つの心的興奮が生ずるのであろう。この心的興奮は、かの知覚の記憶像を再生させ、知覚そのものを再び喚起しようとし、だから結局第一満足の状況を再現させようとする。我々が願望と名付けているものは、こういう興奮に他ならない。知覚の再出現が願望充足である。そして欲求興奮が知覚を完全に再生させるというのが願望充足への最短の道である。その中においてこの道が実際に以上述べたような順序で歩まれるところの、また従ってその中において願い望むことが一種の幻覚作成に終わるような、そういう人間の心の原始的状態を仮定しても一向に差し支えはないわけである。従ってこの最初の心的活動は知覚同一性を、つまり欲求の充足に結びついているところの、かの知覚の繰り返しを目指しているのである。ある非常告白な生活経験がこういう原始的思考活動をより合目的的な第二次的な思考活動へと変容させたに相違ない。心内部での短い逆行的な道を通じてのこの知覚同一性の作成は、多面、外部からの同一知覚の再生と結びついているような結果を生ぜし締めない。満足はやってこないのに欲求はそのまま持続する。内的知覚再生を外的知覚再生と同化したものとするためには、幻覚性精神病や飢餓時空想にあって実際に起こるように、内的知覚再生は絶えず維持されていなければならない。幻覚性精神病や飢餓時空想が、その心的作業をもっぱら願望対象の固執ということに向けているのである。したがって心的力をより合目的的に利用しようがためには、完全な対抗を停止させ、対抗が記憶像を通り越して進まないようにし、また記憶像から出発して、ついには外界からやってくるところの、望まれた知覚同一性の作成へと導くような、他の方途を求めるようにしなければならない。別言すれば、現実吟味の開始が必然事として認識されるということである。こういう阻止並びに、それに引き続く興奮の方向転換ということが、自由勝手な運動力を討御し、つまり以前記憶された諸目的への運動力の利用はその作業に初めて結びつくところの、第二組織の使命となるのである。しかし、一切の複雑な思考活動、記憶像に出発して、外界による知覚同一性の作成に至るまで働き続ける一切の複雑な思考活動は、結局のところはただ経験上必要となったところの願望充足への愚を表現しているに過ぎない。ロランは正しくも夢の願望充足をこう称賛している。大した疲労もなしに、すなわち追求されている快楽をすり減らし腐らせるところの、かの必要かつ長期間の戦いに訴えるのを余儀なくされることもなく。けだし思考とは幻覚的願望の代用物に他ならない。そして夢が願望充足だということは、我々の心を仕事へと駆り立てうるものが他ならぬ願望であってみれば、むしろ全く当たり前のことだと言っていいであろう。自分のいろいろな願望を逆行的な近道で満たすところの夢はこう考えてくると、心という道具の第一次的な無駄だと分かって捨てられてしまった仕事方式の標本を、我々のために保存しておいてくれたものに他ならないのである。かつて人間の心の痛みがまだ若くかつ無能であった自分に、我々の覚醒時生活を支配していたものが、現在では我々の夜の生活の中へ、戒められたその姿を表すのである。それは例えば、我々が子供の部屋の中に成長した人類の、今日では廃棄されてしまった原始的な武器であるところの弓と矢を再び見出すのと同じことである。夢を見るということは、今や克服されてしまった子供の心の営みの一部なのである。精神病においては、閉鎖覚醒時では抑えつけられているところの、人間の心の活動方式を再び主権を獲得しようとして、
外界相手の我々の小欲求の満足への無能力を露呈するに至るのであろう。私はこの考えを別の箇所、心的事象の二原則に関する定式でさらに展開させ、快楽原理と現実原理という両原理を樹立した。無意識的願望衝動は明らかに覚醒時中にあっても活動しようとする。転移の事実並びに精神病は無意識的願望衝動が全意識中の組織を通って意識並びに運動力の支配へと進んでこようとしていることを我々に教えている。夢が他ならぬその承認を我々に強制しているところの無意識と全意識との間にある検閲のうちに我々はつまり我々の精神的健康の守護者、関心を認め知り、かつ敬わなければならない。ところでこの検閲が夜間はその活動を縮小し、無意識の抑圧された諸衝動を表現させ、幻覚的対抗を再び可能にさせるというのは、この監視人の怠慢とみなされるべきではないのか。私はそう考えない。なぜならこの批判的な監視人が急速に赴くとき、とはいえ彼が深い眠りに陥ってはしまわないという証拠はいくらもある。彼はまた運動力への門戸も閉じてしまうからである。ケースは抑えられている無意識の中からどんな衝動が舞台に踊り出ようとも、共にしておけばよいのである。彼らは無害なのである。というのは彼らには運動機関を活動させることができないのであるから。この運動機関のみが外界に変革的に働きかけうるからである。睡眠状態は守護されるべき要素の安全を保障している。力の移動が批判的検閲の力の消費における夜間の減退によってではなしに、検閲の病的衰弱化ないし、無意識的興奮の病的強化によって起こるとき、全意識がエネルギーを保有し、運動力への門戸が開かれている限り、それは無害な情勢とは言えない。その時は監視人は圧倒され、無意識的興奮は全意識を自己のもとへ屈服せしめ、この全意識を通じて我々の言葉や行為を支配するか、あるいは幻覚的対抗を強行し、知覚が我々の心的エネルギーの配分に及ぼす牽引作用によって、自分のために定められたのではない機械、道具を使用したりする。こういう状態が精神病の状態なのである。ところで我々は今、無意識と全意識という両組織をはめ込んで立ち去ったところの心理学的図式をさらに詳細なものにしていく絶好の機会に巡り合ったわけである。だが夢のための唯一の心的原動力であるところの願望についてもう少し論究すべき理由はまだ十分にあるのである。夢というものは願望充足以外のいかなる仕事目標も知らず、願望衝動以外のいかなる他の力をも自由に使用することのない無意識という組織が作り上げたものであるがゆえに、我々は夢は常に一個の願望充足であるという説明を採用した。ところで今もし我々が夢判断から出発して、極めて広範囲に及ぶ心理学的施策を展開させる権利をもう少々でも固執しようとするならば、我々はそのような施策によって夢を他の心的形成物も包括し得る一致関連の中へ置き据えることになるということを示すべき意味を負うことになる。無意識という一致組織、あるいは我々の論議にとってそれと類似のものが存在するならば、夢はそれの唯一の現れではありえない。なるほど、夢という夢は一個の願望充足ではあろうが、夢とは別の異常な願望充足の諸形式も存在するに違いない。そして事実、すべての精神神経症的諸症状の理論は、それら諸症状もまた無意識の願望充足として把握されなければならないという命題に、その結論を見出しているのである。正確に言うならば、症状の一部分は無意識的願望充足に呼応し、他の一部分は願望充足に反抗する反動形成物に呼応する。夢は我々の説明によれば、精神病院にとって極めて重大な一系列の第一項になると過ぎない。この系列の理解は精神病理学的課題の純心理学的部分の解明を意味する。ヒューリンズ・ジャクソンはかつて夢の本質を見出せ、しからば諸君は人が狂気に関して知り得るところのもの、一切を見出したことになるであろうと言った。願望充足系列の他の諸項、例えばヒステリの諸症状について私がまだ夢にはこれを見出せずにいるような一つの本質的性格を知っている。従来の論述中にしばしば暗示された諸研究から、私はヒステリー的症状形成のためには、我々の心の営みの中にある両潮流が出会わなければならないということを知っている。症状は実現された無意識的願望の表現であるばかりでない。そこにはなお、その等の症状によって充足されるところの全意識の一部願望が来たり加わり、こうして症状は少なくとも二重に、つまり葛藤類にある両組織のそれぞれの側から二重に規定されるのである。それ以上の多面的制約には、夢の場合同様に何の制限も置かれてはいない。無意識に由来しない制約は、私の見る限りではいつも必ず無意識的願望に対する反動関連、例えば自己懲罰の動きである。だから私は全く一般的にこういうことができる。ヒステリー症の場合、症状は2つの対立的願望充足がそれぞれ異なった心的組織の源泉から、一つの表現において出会うことが可能になる場合のみ総称ずる。
これについては結論、ヒステリー性の急性とその良性部位への関係中におけるヒステリー症の諸症状発生に関する私の最近の総括的見解を参照。ここに存在する複雑さの完璧な暴露のみが一つの確信を呼び起こしうるのであるから、この場合実例を挙げても大した役にも立たないであろう。だから私は以上のごとく主張するだけにとどめて、その証明力のゆえにではなく、単にその具象性ゆえに一つの例を持ち出してみる。すなわち、ある婦人患者におけるヒステリー性の嘔吐は、一面において、白化期に発する一無意識的空想の充足、つまり絶えず妊娠していたい、無数の子供を持ちたい、できるだけたくさんの男たちの無数の子供を持ちたい。これが無数の子供を持ちたいの後に拡大された形である、という願望の充足であることが判明した。この乱暴な願望に対しては力強い反抗衝動が起こった。ウォーターはこの女性患者に健康と美とを失わせ、その結果どんな男にも気に入られなくしてしまうから、この症状は同時にまた懲罰的な考えの動きに応えるものでもあった。そしてこの症状はこれら両方面から承認されて現実化されたのである。パルテル民族の王女王がローマの執政官クラクスのために用いたのも、これと同様の願望充足方法である。女王はクラクスは黄金に飢えて兵を出したのだと考えて、彼の死骸の口中に溶かした黄金を流し込ませた。さあ、お前が欲しがっていたものをあげよう。これまでのところ、我々は夢については、ただ、それが無意識の願望充足を表しているということを知っているのみである。支配的な全意識組織は願望充足に若干の歪曲を強制した後に、この願望充足を許可するらしい。夢願望に反対の観念の動き、夢願望の敵役、仇役のごとく、夢の中に実現されるところの観念の動きを、一方的に立証することは事実上無可能である。ただ、時々我々は夢分析中に反動形成物らしいものに出会う。例えば、おじの夢における友人 R に対する親愛感のごときものがそれである。しかし、我々はここで見出すことができずにいる全意識からの不可物を他の場所で見出すことができる。支配的組織は眠ろうという願望の前に引き退いて、この願望を心的機構の内部における自己に可能になる限りのエネルギー配分変更をやり遂げることによって実現し、逆にこの願望を全睡眠時中を通じて誇示するのであるが、夢は無意識からの一願望を割とあらゆる歪曲の後に表現しようせるのである。私はこの考えを現代の催眠術研究の更新者たるリエボーの睡眠理論から借用する。ところで、この全意識の眠ろうとする確然たる願望は、ごく普通には夢形成の仕事をしやすいものにする。死体置き場から漏れる光が、死体が焼けているのではないかという推論を下させるに至ったところの、あの父親の夢を考えてみよう。光のために目を覚ます代わりに、父親が夢の中でこういう推論を下すようにことを運んだ心的力の一つとして、我々は夢の中に出てきた子供の姿を、せめて一瞬間でも長く見ていたいという願望を挙げた。抑圧物に発するその他の諸願望が我々の目に捉えられないのは、おそらく我々がこの夢の分析を成し得ないからであろう。だが我々はこの夢の第二原動力として父親の睡眠欲求を付け加えて差し支えない。夢によって子供の命が一瞬間だけ延ばされたように、父親の睡眠もそのために一瞬間だけ延ばされる。この動機づけはこのまま夢を見てよ。でないと俺は夢を目を覚まさなければならないと言っているのである。この夢におけると同様、他のすべての夢においても睡眠願望は無意識的願望を支持する。我々は107ページにおいて明らかに便宜の夢と見られる夢の弱冠を報告した。本来夢というものはどれも便宜の夢と呼ばれるべき権利を持っているのである。外的感覚刺激に手を加えて、それが睡眠の継続と妥協し得るようにし、それを夢そのものの中に織り込んで、それによって外的刺激が人に外界の存在を想起させる行為を外的刺激に対して封じてしまうところの覚醒夢にあっては、もっと眠り続けたいという願望の働きが最も容易に認められる。しかし、同一の睡眠願望は、ただ内部からのみの目覚まし役として人を揺り動かしうるところの、他のすべての夢の承認においても一役買っているように相違ない。夢があまりにも放らつなものになってくるときに、全意識が多くの場合、意識に語りかける言葉、いいから放っておけ、もっと眠っていろ、たかが夢ではないか、たとえ言葉になって外に現れないにせよ、夢を見ることに対する我々の心の支配的な活動の取る態度は全く一般的に表現している。私は下のごとき推論を下さざるを得ない。つまり我々は全睡眠状態を通じて我々が眠っているということをはっきりと承知しているのと全く同様に、我々が夢を見ているのをはっきりと承知しているのである。我々の意識は我々が眠っていることを承知しているということの方へ導かれることは決してなく、また夢を見ていることを承知しているということの方へは、
検閲が不意打ちを食ったとでもいうような特定の場合のみ導かれるのだという反駁などに関わり合うべきではない。これに反して、自分たちが眠りかつ夢見ているという自覚が夜間を通じて固く維持されていることは明明白々であり、したがって夢を左右する一種の意識的能力のごときものを所有しているらしく見える人間がいる。こういう人間は、例えばある夢の成り行きに不服であると、目を覚ますことなくその夢を中絶して、夢を改めて見直す。そして夢に別の成り行きを取らせる。ちょうど見物の希望に応えて、自分の劇をさらにおめでたく終わらせる通俗作者のごときものである。あるいはまた別の場合、彼が夢の中で例えば性的興奮の状況に置かれたりすると、こんな夢をこのまま見続けて、無性などをやらかして、体をつからせるのはごめんだ。それだけの勢力はむしろ現実の場合のために蓄えておきたいと眠りながらに考えたりする。デレベ公爵は、自分は夢を左右する力を獲得するに至って、夢の進行を思うがままに早めて、思うがままの成り行きを取らせることができると主張している。どうやらデルベ公爵にあっては、眠ろうとする願望が別の全意識的願望、すなわち自分の夢を観察して面白がるという願望に一歩を譲ったらしい。睡眠は覚醒状態としてのある留保、例えば自分が面倒を見ている幼児のネションベーンを見過ごしにする乳母の眠りと妥協するのと同様に、このような願望を人とも妥協するのである。多くの人々における夢に対する関心が、覚醒後に記憶されている夢の数を著しく増大させているのも周知のことである。ベレンツィは夢見る本人が夢を指揮することについての別の観察に関してこう言っている。夢は心的生活をその時々に働かせている観点に、あらゆる面から手を加えて、願望充足が不成功に終わりそうな危機に際しては、ある夢の像を廃棄し、新しい種類の解決の試みによって願望充足を企て、心的生活の2つの検閲上を妥協的に満足させるような願望充足を作り出すまで努力し続ける。